はい皆さんこんにちは最短合格アフロ先生と学ぶ登録販売者合格講座今回はですね傾向と対策どこよりも早い平成30年度近畿ピックアップ問題解説先週末に終わったやつをもう解説するというで一応全問解きまして、えー、とみんなでいろいろ話し合いましてこんな問題をやってったらいいんじゃないかなっていう話とかを 説明していいきたいなと思うんですけど今回はまあ予告編ということなんですけどこれ「傾向と対策」って書いてありますけど申し訳ないですけどこの近畿の方に犠牲になってもらって <laughs> このあと受験する皆さんのためにえっと解説をしていくということなので近畿の皆さんもしあの手応え的にいまいちだった場合はこれを見てもらってまだ間に合いますから九州にえ申し込んでいただければなというふうに思いますので。 そんな感じですだからこれ近畿の方のためだともう問題終わっちゃってるんで駄目なんですけど来年のためっていうのもまあなくはないですけど今年近畿の後にどんどん受けていく方もしくは近畿の方で仮に残念だった場合に九州に申し込んだ時のためのまあこんな感じっていうふうに解説をしていきたいなというふうに思ってますま。近のののののの方も何ていうかな記憶の新しいいいいいうううちににこの話を聞くのは結構いいのかなというふうに思いますので まああの本番の場合はずら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 っとまあ何十問か流れましてえと解説をしていくんですけどピックアップした問題をまあ今回の場合は1問だけ取り上げていきたいと思ってます。でえとさっき30問って言いましたけどあのアフロ先生の登録看護者の語学講座の内容でえもう正解が導けるなという問題が120問中90問ぐらいありますま。完璧じゃなかったとしてもですね で残りの30問がまあちょっと引っ掛けだったりとかあとは実際に受験した方々で間違いが多かった問題とかあとはまあこれは捨てでいいんじゃないかなって思うけど一応まあ目新しい問題なのでちょっと取り上げておこうかなっていうすごくマニアックな問題いやほんとマジで何て言うかなもう衝撃を受けるような出すとこ本当なくなったんだねっていうような何て言うかこう。 あの問題って問題作成の手引きっていうまあ何百ページもあるようなものの中が出てくるんですけどその本論じゃなくてその最後の最後の付録で付いている表の中の一部とかから出ててここから出すっていうそういうのがありましたまあそんな問題も捨てていいんですあのまあいずれにせよ今回の近畿の問題はまあ漢方がね異常に多いっていう 漢字以外はベーシックな、なていうか、あの、私、アフロ先生の語学講座のベーシックとアドバンスで十分合格できる。内容だったのかなという、そういうふうな印象を受けています。まあ、九十問ぐらいはいける。カバーしてるかなっていう感じですね。で、えっ、ー、と、傾向と対策なんですけど。まあ、問題、で、えっ、ー、と、第三章で出た問題なんですよ。ね、これは。 にちょょっと読んでいきましょう、えー、と鎮害巨痰薬はその有効成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれか。で A 鎮害巨痰薬は反射的に出る咳を沈めることやその原因となる痰の切れを良くすることを目的とする薬品の総称でありぜ息症状を和らげることを目的とする薬品は含まない、まあ、これ着目するところはぜ息症状を和らげることを目的とするっていうね 医薬品が含含ままれれるのか含まれないのかかなないうところがポイントなんですけど、A、B ジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品は原則12歳未満の小児に使用しないことに注意喚起を行う必要があるこの問題なんですよで。なんでこの問題を取り上げたかというと、えっと、私、えー、直前講座で、まあ、あの今年度平成30年に3月に手引きっていうふうに出題のもとになっているガイドラインが変わったんですね。 でその変更部分っていうのは今回は反映されない可能性が高いですけどでもこのジヒドロコデインのリン酸塩を含む薬品って、えー、と経過措置っていうのがあってそのうちなくなるんですよ。でも今だけこういうい対応をしてくださいねっていうことが書かれていてこれはもしかしたらこの期間だけ出るかもしれないし出ないかもしれない。 もう期間限定だから出してもしょうがないから出ないかもしれないっていう。そのどっちだかちょっと開けてみないとわかんないですよね。っていう問題が出ちゃってるんですよね。だから、これ今年結構いろんなところで出るんじゃないかなと思います。原則12歳未満の承認使用しないことに注意喚起を行う必要がある。これ、そのうち使えなくなって、もうこの注意喚起すら必要なくなるんですけど、ただ今切り替え時期なんですね。だからこの成分が入っている薬をいつも飲んでらっしゃる。 あのお子さんがいたりとかするとこれから先使えなくなっちゃいますから子ども用にはだから今のうちに別のものにあの探しておきましょうねみたいなその切り替えの期間なんですよでこの切り替えの期間はそれを使っている人たちに対して注意をしなければいけないってそういう問題なんですねでこれが今回のガイドラインの変更分3月に変わって今年も出ちゃってるんで,でしかも期間限定でしか出せない問題で出ちゃってるだからこれは結構注目するところかなというふうに思います。 C コデインリン酸塩は麻薬性鎮貝薬成分と呼ばれるまあそうですねはい D ジヒドロコデインリン酸塩は胃腸の運動を低下させる資材をも示すだから便秘になっちゃうって話ですねはいこの問題です、まあ、一応回答解答仮説見ていきましょうか、はい、A は×ですね反射的に出る咳を沈めることやその原因となる痰の切れを良くすることを目的とする薬品の相乗なんですけどぜんそ症状を和らげることを目的とする 医薬品も含んででますんでなのでこれでいきなり <laughs> いきなりこの問題って答えが分かっちゃうという4番っていうねで本番の場合はもうこれをあの後で見直すっていうふうにして先に進んでいただきたいんですけどでもえっと勉強のために一応 B c d 見ていきですね自ヒ,ヒドロコデインリン酸塩を,ヒヒンンを含む医薬品は原則12歳未満の少年に使用しないように注意喚起を行う必要がある。これ 注目でですす今後いいいいろんんなな場所で出ていくんじゃないかという,ふうに思われます C コデインリン酸塩は麻薬性鎮貝薬というふうに呼ばれますだから連用すると癖になっちゃうからダメですってやつですねはい D ジヒドロコデインリン酸塩は胃腸の運動を低下させる作用を示すこれ正しいですねなので便秘の副作用がありますよろしいでしょうか鎮貝巨端薬というのは咳を沈める炭の切れを良くするまた これだけじゃないですよ。また前息症状を和らげることを目的とする医薬品の総称を言います。よろしいでしょうか。まあ、こんな感じでえっ、ー、とピックアップで取り上げた変更部位のところ結構出てくるかもしれませんので皆さんぜひあのベーシックとアドバンスをちゃんとやり終わった後に、えー、ぜひ見直しを置いていただければなあの変更部位のところですね見直しを置いていただければなというふうに思います。こんな感じであの近畿ブロックの 平成30年まあこの間出された問題どんどん解説していきますのでぜひご期待してくださいアフロ先生でした今日は以上です